皆さん、こんにちは。長らく独身を貫く女優の松下由紀さんに恋人はいるのでしょうか。松下由紀さんは数多くのドラマや映画に出演してきたベテラン女優です。しかし松下由紀さんは現在まで独身を貫いています。恋人の噂もほとんど聞きません。松下由紀さんには恋人がいるのでしょうか。そこで今回は松下由紀さんの恋愛事情について迫ってみたいと思います。松下由紀さんは1968年7月9日生まれ、北海道の出身です。デビューしたのは1983年と今から40年も前になります。映画愛子16歳に松下由紀恵の芸名で主人公の友人役として俳優デビューしました。その後1986年までアメリカにダンス留学しています。1987年、 NHK ヤングスタジオ101でダンサーとしてレギュラー出演します。1989年の TV ドラマ美味しいのが好きが初主演作です。以降1999年頃まで数々の人気トレンディードラマに主演、準主演として立て続けに出演しました。1992年映画新同棲時代、波の数だけ抱きしめてね、第15回日本アカデミー賞助演女優賞を受賞しました。1996年から準主役で出演しているナースのお仕事は連続ドラマ4シリーズ、映画化もされる人気作となっています。そんな松下由紀さんに初めて恋愛関係が報道されたのは、なんとあの有名音楽プロデューサーの小林武史さんとの関係でした。かなり昔のことですが、松下由紀さんと小林武史さんは恋人同士ということで、雑誌にスクープされたことがあるそうです。さらに松下由紀さんと小林武史さんは結婚をも考えるほどの恋人同士だったと言われています。小林武史さんは恋人だった松下由紀さんと結婚するために家も購入し、松下由紀さんの実家に挨拶まで行ったという話もあります。当時の報道を振り返り、詳細を見ていきましょう。1992年、バリ島からジャカルタ経由で成田に戻る機内で、当時24歳だった松下由紀さんが当時33歳の小林武史さんに膝枕をしてもらいながら、毛布にくるまっているところを女性誌にキャッチされ、一つ毛布のバリ島婚前旅行と報道されました。さらに二人を知るスタジオミュージシャンは、あの二人は恋人同士というより結婚直前、交際だって3、4年にもなるでしょうという証言も記載されており、実際交際がスタートしたのは1987年だと言われています。報道を受け小林武史さんは交際を認めました。松下由紀さんの事務所も、小林さんとは仕事でもプライベートでもとてもいいお付き合いをさせていただいていますと公認するコメントを出しています。1993年、小林武史さんは世田谷区内に1億5000万円の超高級マンションを購入して松下由紀さんと同棲を開始しました。小林武史さんは山形県の両親にも松下由紀さんを紹介し、両親も早く孫の顔を見せてほしいと結婚確定のお祝いムードが流れていました。しかし松下由紀さんと小林武史さんの関係が急展開したのは1995年9月でした。小林武史さんから別れを切り出す形で破局が報じられ、世間を驚かせました。8年間という長い交際期間でしたが、理由は小林武史さんの浮気だったのです。その新恋人はマイリトルラバーのアッコさんだと言われています。小林武史さんは松下由紀さんと破局した翌年にマイリトルラバーのアッコさんと授かり婚をしました。アッコさんが松下由紀さんから小林武史さんの恋人の座を奪い取り略奪したとも言われています。松下由紀さんは相当ショックだったのではないでしょうか。これ以降松下由紀さんは目立った恋人の噂もなく独身を貫いています。ちなみに小林武史さん、アッコさんのことはデビュー前から知人の紹介で知っていたようです。雑誌のインタビューにてアッコさんの第一印象について語っていました。シンプルな明るさを持っている子だなと、少年性みたいなのを感じた、低域から高域まで滲んでいるような声が面白いと思ったと述べています。最初は音楽プロデューサーとしてアッコさんに興味を持ったようで、1995年5月、
マイリトルラバーは小林武史さんのプロデュースでデビューしています。ちなみに1995年の9月に小林武史さんは松下由紀さんと破局しているわけですから、マイリトルラバーデビュー早々、小林武史さんとアッコさんは親密な関係にあったと思われます。同年冬には小林武史さんもキーボードとして正式にメンバーに加入しました。松下由紀さんから小林武史さんの恋人の座奪い、略奪したアッコさん。しかしその後小林武史さんはアッコさんとも離婚してしまいます。結果的にはアッコさんも松下由紀さんから略奪した形になるので、その後小林武史さんが歌手の人とようさんとの不倫騒動やその後の破局も因果応報なのではないかという声が一部では聞かれました。さて、松下由紀さんは一時期激太りしたとも言われています。原因は例の小林武史さんとの破局かと噂されていました。現在はだいぶ体重も減ったようですが、一時期はだいぶふくよかでした。松下由紀さんは小林武史さんと別れた後は目立った恋人の噂もなく、長らく独身を貫いています。そのためか松下由紀さんは恋人が女性でレズビアンではないかという噂も立っています。実際のところ松下由紀さんがレズビアンなのかどうかは分かりませんが、松下由紀さんがずっと独身であるためにそのような噂があるようです。松下由紀さんは小林武史さんとの一件が理由で男性が無理になってしまい、女性が恋愛対象になったというのです。一般の方には分からないと思いますが、同性愛者の方は同性愛者の人が分かるようです。同性愛者の方が松下由紀はレズで同性愛者だよと話していました。ある番組でもおすぎとピーコさんが松下由紀さんに、あんたはこっち側の人間でしょと話したことで、一気に松下由紀さんがレズビアンで同性愛者だと広まってしまったようです。破局した1995年といえば、松下由紀さんは27歳、まさに結婚適齢期でした。しかも8年間もの交際期間、愛の巣マンションに引っ越した。周囲はお祝いムードの中で突然告げられた別れ。小林武史さんのありえない裏切りに精神的なダメージは計り知れなかったことでしょう。立ち直るまで大変だったに違いありません。松下由紀さんは小林武史さんとの浮気裏切りエピソードが元で男性不信になって恋愛できないと言われていますが、彼女の心を癒せる殿方は現れなかったのでしょうか。年齢的にも夫婦役や母親役を演じることが多い松下由紀さん、結婚願望については過去に出演したフジテレビ系堂本兄弟にて、結婚願望がない、無理せずにしたい時にするのかなっていうぐらいの感覚だと話しています。また松下由紀さんは一人でいるのが好きとのことです。そのような出演番組の話やインタビューの内容を読むと、松下由紀さんは恋人もいらないのかもしれません。今は友達と高速に乗りドライブしておいしいものを食べたり、お土産を買ったりした時が至福の時だと述べていました。そして松下由紀さんが49歳の時に出演したフジテレビ系ダウンタウンナウの本音ではしご酒にて、恋愛観や49歳独身の理由について語っています。優しい人がタイプ、ぐっと引っ張るような強引な人、車の運転でバックする時に格好をつける人が苦手と男性感を語りました。 MC の浜田雅俊さんから年齢的にはと当時49歳で独身の理由を問われ、昔から願望があまりない、結婚にイメージがないと明かしています。松本人志さんから燃え上がるような恋愛をしてないってことと詰め寄られると、燃え上がる恋愛イコール結婚かどうかわからない、なぜそれで判断されちゃうのかと持論を展開していました。プロポーズされても受けていない、独身だと語っています。ワンナイトラブ、同性や浮気された経験を聞かれると愛想笑いでごまかしてお茶を濁していました。優しい人がタイプということで、男性に求めるハードルは全然高くありません。ここからわかることは、結婚できないのではなく結婚しないということなのでしょう。しかし番組内で過去の恋愛にリンクするような質問や恋愛系でも突っ込んだ内容の質問に対しては明言を避けていました。これはまだ松下由紀さんが
小林武史さんとの失恋を乗り越えられていないようにも見えます。いかがだったでしょうか。今回は松下由紀さんの恋愛事情について迫ってみました。松下由紀さんは小林武史さんとの破局以来、これまで長らく目立った恋人の噂もなく、独身を貫いてきました。もしかしたらある日突然松下由紀さんが恋人と電撃入籍なんてこともあるかもしれません。ただ出演番組の発言やインタビューでの応答を見てみると、結婚という形にそこまで関わっておらず、独身でいることも自身の心を保つ作用になっているということがうかがえます。今後も松下由紀さんの動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。